草川に進むの1時間確保してません。建造物、橋ですね、が片側2車線で作られております。中央分離帯を切り詰めてもダメでしょう。これはどう見ても孫を取っても同じ一周2級 B 規格です。改造工事が必要です。片側3車線で作っちゃったんですから、もう3車線にするのはめちゃ良さですよという話ですが、どう見てもはいトンネル、2470m 高麗トンネルですね、はい、片側2車線の作りでしかございません。車線で走らせるには掘り直しか、あるいはさらに3車線の1本作るか、掘り直しというのは2車線から3車線に広げ直すかということですね。はい、ご覧のありさまですね。まあインターネットに載せる動画でこういうことも言うのもなんですけど、猪瀬アホか。あ、後ろの方ごめんなさい、後ろの方の方が早いかな。猪瀬氏もね、攻め方がまずかったんですよね。新透明は必要です。ただし今の場所に作るとどう考えても採算取れないっていう流れに乗ってけば、で 750m 乗り元ですかね、乗り本分かんないね。まあそういう話に乗ってけば、はい、お先どうぞ。後ろの方の方が早いですね。どっちでもいいっていうのが、本音でございまして。